1977年の地区別駅と周囲約 1km 範囲。上が幌延方面。長い単式ホーム一面一線と駅舎横の貨物ホームに引き込み線。駅裏に2本の側線が確認できる。この側線は無人化後も外側1本が残された。元は単式の島上ホームも有し、単式2面2線であったが、すでに撤去されているのか存在は確認できない。ストックヤードは駅裏以外にも駅郊外南北にあり、木材が野積みされている。1970年までは羽幌炭鉱鉄道が接続し、旅客車は国鉄の車両に連結する形で、スイッチバック的に、羽幌駅まで乗り入れていた。炭鉱の石炭貨物のほとんどは、駅裏のストックヤード側にあった側線へ一旦、留置されてから本線を留萌に向かい、留萌以降の同社所有の埠頭から全国へ、船積みされていた。左下のストックヤード橋を下へ90度カーブして、本線と分かれていく、軌道跡がはっきり残っている。また、右上の踏切手前には、転車台跡のくぼみが残っている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地区別駅は、北海道苫前郡羽幌町和座地区別にあった日本、国有鉄道羽幌線、羽幌炭鉱鉄道地区別炭鉱線の駅である。電報略号はちえ。羽幌線の廃線に伴い1987年3月30日に廃駅となった。1970年9月までは急行はボロの停車駅であったが、末期は一部の普通列車が通過した11月1日改定の時刻で折のみ1本。1970年に羽幌炭鉱が閉山するまでは、地区別炭鉱へ向かう羽幌炭鉱鉄道が接続した。また未成線となった名和線は当駅から分岐し、新名線朱鞠内駅へ接続する計画であり、羽幌炭鉱鉄道と重複する当駅から曙駅にかけての区間は、その路盤を利用する予定であった。所在地名より、アイヌ語のチュクペに由来するとされる。この説は、永田法政によるもので、山田秀蔵は、永田説を踏まえて、秋に、鮭の多く登る川があったのではないかと推測している。ただし、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では、これと同説を紹介しつつも疑問を呈し、チケッペ由来の説が正しいようだとしている。かつては単式ホーム、島式ホーム複合型2面3線に貨物側線を有する列車交換可能な職員配置駅であったが、廃止時点で無人駅化の上、線路の西側の駅舎に面した単式ホーム一面一線に縮小されていた。このほか、廃止後撤去された島式ホーム跡への一線が側線として残り、他に駅舎側に幌延方から分岐した側線を一線有していた。1999年時点では荒れ地になっており、駅前商店が残る。また貨物ホームのみが草むしながら残っている。ありがとうございます。